さあ続いてはこちら、列車での移動を楽しむ子どもたち、福岡県岡垣町の幼稚園の遠足の様子です。バスではなく列車で遠足を行った背景には、ドライバー不足や列車の利用客の減少がありました。ホームで待つ子どもたちの前に現れたのは、鮮やかなオレンジ色が特徴のハウステンボス号、遠足のための貸切列車です。 JR 恵比寿駅のホームです。今幼稚園の子どもたちが続々と JR の列車に乗り込んでいきます。行ってらっしゃい。足元気をつけて。今日列車で遠足に出かけたのは、岡垣第一幼稚園の園児と保護者などおよそ200人です。卒園したばかりの年長組とその保護者を対象として、毎年この時期に行われているお別れ遠足です。3年前から始まった列車での遠足、背景にはドライバー不足によるバス運賃の値上げがありました。団体バスの方、非常に値上がりもしているというところで、電車の方は使いやすい料金プランになっているというところも一番大きいところがあります。来月からはドライバーの時間外労働に制限が設けられることによる2024年問題が表面化し、さらなる人手不足、値上げが懸念されています。岡垣第一幼稚園によりますと、現在バスで遠足に行こうとすると親子2人で8000円かかりますが、列車の場合5600円と3割ほど安くなっているといいます。子どもたちが、電車がまず大好きっていうのがまず一つあります。保護者の方々もゆっくりと、特急列車など乗っての旅っていうのが今の世の中ちょっとなかなか少なくなってきていますので、非常に楽しんでいただいていると思います。一方 JR 九州も新型コロナの影響で列車の利用者が減少していたため、新たな鉄道利用の形を模索していました。バスじゃなくて鉄道に乗っていただいて、鉄道の良さみたいなところをですね、本当にこう小さなお子様にも PR できますし、我々としても JR 九州の、いい列車というか観光列車等をですね、認識していただけるというようなところで、非常にいい取り組みじゃないかなというふうに思っています。恵比寿駅から門司港駅までおよそ30分、車内では乗務員と写真を撮ったり、グリーン車に乗車したりと、列車ならではの特別な時間を過ごしました。電車に乗れて面白いです。嬉しい気持ちです。お親子でこうやって電車に乗ることってよくあります？いや、初めてです。今後ともやってほしいとは思いますね。こういうの結構思い出になると思うんで。だからバスもいいんですけど、また景色もこうやって見れるから、子供にとってもいいんじゃないかなと思いますね。門司港駅では記念写真をパシャリ。その後、近くの九州鉄道記念館に移動し、幼稚園生活の最後の思い出作りをしていました。楽しかった。どういうところが楽しかった？全部。幼稚園の遠足にも影響が出てきている2024年問題。JR 九州は今後も団体での利用を促していきたいとしています。